そうやったんですか。亡くなりましたもんね、コロナショックの。ああ、亡くなった、亡くなった。申し訳ない。今日は何か質問なり、お悩み背負って来てくれはったんですか。あ、ぜひ。おお。ぜひお願いします。探偵ナイトスクープスタート。YouTube で僕の声を聞いてくれてるという方なんです。はい。はい。ちょっと復唱せないかんのでね。お、頼まれごとは試されごとのワードが響いた。はい。うん。なるほど。これを復唱させていただきますと、実はあの僕のところに来る質問で一番多い質問はこれかなと思いますね。それかもしくはあのその怖かった師匠は今どうされてるんですかっていうのと、この2つが非常に多いんですけど、あの今のね、たけしさんからいただいた質問っていうのは、その頼まれ事は試され事という言葉が非常に響いたんだけれど、でも何もかも引き受けてたらその大変なことになっていくし、どっかにこう線引きができひんかとか、なんかそういうところをついこう考えてしまうというふうな、質問をいただいた。まあ実はこれが講演会場でも一番よくもらう質問なんですけど、僕はですね、その言葉を師匠から教えてもらいながら、がむしゃらに数年間頼まれ事は試され事をやれば、たくさんの人に喜んでもらえる。ね、相手の予測を上回ることをちょっとやる。でそうするとなんかこう人がこう僕のことを巻いたら、まあ、可愛がってくれるというかですね、なんかあいつはなんかちょっとチャンスを与えたいなとかいうふうに、こう他人様から、ね、自分で決めた夢目標に向かって生きるよりも人を喜ばせれば、逆にこうギフトのような形でね、君はこうこうこんな人間やからこれお願いできるかって言うたり、お前はこういう才能あるからなんかこういうことやってみひんかとかっていうふうに、実は夢目標がなくてもその人様から授かる用事で自分のやるべき本当に自分に似合ったような天命みたいなものにたどり着く近道は、人を喜ばせる、その頼まれ事を喜ばせるものに導くという、その考え方をね、僕は若い18の時にいただいた時、ほんまにもう目から鱗で、あ、そっか、自分は夢がない、目標がないって言ってたけど、そんなあんま気にせんでいいんやって、夢目標決めてしまうとそれじゃなきゃダメみたいに可能性がこう狭まってしまいますよね。だけどそれをなんかね、もっとフラットに、なんかギアはニュートラルで、なんかもうあるがままの自分で生きていきながら、ただありがとうを言われる回数がたくさん増えるような、その日常的にできることの一つが、ふっと物を頼まれた時に面倒くせえと思うか、あ、これは喜ばせるチャンスで、面倒くせえと思うことも、その面倒くせえことの見方を変えると、面倒くささは意外と楽しさになる加工できることも多々あって、で僕はね、過ぎてみて今51になって、こんな質問ももらいながらよく思うのは、あの頃僕がむしゃらに頼まれ事は試され事って言いながら18の頃からやってきた。でもあの時はね、確かに僕若い自分はほんまにね、こう突拍子もないこととかね、お金貸してくれとかね、なんかそういうその迷わないかんような頼まれ事っていうのは若い時はほぼなかったなと思うんですよ。でもね、25になって30になって35になって言うて、年を重ねてくると、え、これも頼まれ事なんかやった方が、自分でもそうやってね、ここまでやるかなと思うような、例えばお金貸してくれとか、でそれも貸してみたらどうなんのかなってそう思って貸したこともあるんです。だけど貸したお金ってやっぱあんま返ってこなかったりするし、なんで僕は若い自分のゼロベースから自分を作っていく段階の時には、頼まれ事は試され事っていうのをなんか一生懸命やってみるのも、思いもよらぬ人生とかね、思いもよらなかったような仕事とかに出会ういい方法やなと思いますけど、ちょっとある程度年を取ってきたら、それを受け止めるそれぞれの心も
チョコは自分であのわがままな判断でもいいかなと思ってるんです、本当の話は。なんで一つの目安は、まあ厄年を超えたらね、まあ、男なら42の厄年超えたら、あの下手にこう頼られることも増えていきますから、若い時はね、人から頼られることってそんなにないんですよね、うん、だけど頼られる側の年齢を感じ始めた時からは、自分なりの感覚で取捨選択っていうものはなされた方がいいと思います。でも面倒くせえなと思うぐらいのことは、どうか余裕の笑顔で引き受けながら人びっくりさせてやってほしいなとは思いますけどね。だから言うてる本人がまあまあこんな風に思ってるぐらいなんで、たけしさん年いくつぐらいやろこのお顔。37。ああぼちぼちやな。やる年。うん、僕もね37ぐらいの時ね、いやお前ももうじきわかるぞ言うてね、年取るってこういうことなんかなとかね、何かが衰えるってこういうことなんかなとかね、まあ約近づいてきたらわかるわ言うて、37ぐらいから僕もよう言われた。でそうやってね、目上の人から言われると、ほんまかいなって、あんただけやろとかみたいに高く売ってたけど、あのご安心ください、あなたにも必ずやってくる必ずやってくるから、今のうちから黒ニンニクとかね今のうちから万卵根とかね、対策が必要な年齢かなという感じに思えたりもしますけどね。あ、健康志向、あー納豆キムチ食ってんの、そう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 、それをね、俺はいいもの食べてるんだっていうことをね、噛みしめながら脳みそにもそのことを言い聞かせながら食べる方が、多分内臓のみんなにもこう伝わっていって、あのより良いその食べ物が体によりよくあの作用する、その力を高めるのは人間の意識の力も絶対僕プラスアルファあると思うから、うん、俺ええもん食ってんねん、ええもん食ってんねんって思いながら食ってくださいね本当本当、なんか健康志向みたいなジャージ着てるな、なんか今すぐランニングに出かけられそうなねあーおるおる、そういうド M な人おるなおるおる、もうとことんバキバキになってくださいよ、もうぜひさあ、そしたらお二人目行こうかな。こう言ってともちゃんという女性の方もおいでてくれてるんで、ともちゃん、あ、お待たせしました。一番最初からつながってくれてるのにね。ともちゃんっていう方もあなたも、まあ、僕が三原というね、広島県三原市というところに毎年年に2回ほど、磯川さんというあまり集客に情熱を注いでいない不思議な主催者がいましてですね、毎回赤字なんです、毎回赤字なんですって笑いながら言いながらずっと続けてるちょっと変わった主催者がいて、でそこの会場に、今年は1月ぐらいだったっけ、違うとか去年やったかな、去年年末頃やったかな、にちょっと寒かったよね、なんとなくね。でそこに来てくださった方がこのともちゃんさんなんですけど、ともちゃんもなんか質問なりお悩みを背負いながら今日来てくれてるんですか。いいじゃないですか、それヘビーなのは。そうな、ちょっとヘビーの方が俺燃えるけどな、ちょっと、このともちゃんさんは前は復唱すると、ちょっと悩み系のことを言おうかな思ってたけど、なんかちょっと内容がヘビーなんで質問に変えようかどうしようかって言って今ちょっと悩んでるというようなやり取りをしてるんですけど、ヘビーな方を聞きたいな、なんかちょっとこのたくさんのね見ず知らずの方々にもバレてしまいますけど、それがバレてしまっても良さそうなんであったら、はいはいはい、だいぶ前に、恋愛をしたことがある、恋愛系ですかちょっと足踏みますよ、ちょっとのけぞりましたね文明さんのけぞりましたね恋愛の伝道師と言われて、恋愛の伝道師なんですか、言われてどうぞどうぞ、すみません、
うん、結婚したいなと思ってた、うん、振られたんですか、うん、あ、時間がかかったんですか、はいはいはい、まあ、立ち直ることに非常に時間がかかって、でもその時に、あ、私はその好きだった彼に依存してたっていうふうに思ったんですか、うん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 、これからは一人で生きていこうと思い直し、うん、うん、一人で生きていこうと決意を固めて突っ走ってきたら、気がついたら年齢だけがいってしまったと、うん、うん、うん、恋愛から離れてだいぶ経ってしまって、はい、うん、うん、ああああ、まあその恋愛に対する恐怖心が生まれたりで、それでだけど時折やっぱり寂しいなと思うこともあったり、結婚した方がいいんじゃないかなと思ったりとか、けど今第一歩が踏み出せないという状況で、でも僕ね、そんな人めっちゃ多いと思うんですよね。だってめっちゃ多いでしょ。だっておきれいなのになんか独身でとかね、いう人いっぱいいますよね。うん、まあ、人それぞれ、まあね、人生はね、選択の自由があるんで、一人だけど一人で生きてるから、その何、結婚せえへんかったからこんなことできてるんや言うてね、一人でいることにめっちゃ感謝してキラキラ輝いて生きてる人もいらっしゃいますし、でまあそのね、振られたっておっしゃってましたけど、だけどその振られた瞬間って、それはもうね、当然誰かって好きだったはずの人とのあのお別れが来れば、それは誰だってショックですし、誰だって涙も流すと思うし、すると思うけど、僕は思うんですけど、そのものの見方をね、ちょっとその時に切り替えたら、あのだって僕だって確かにあのまあ何人かの人と出会ったこともあったり、何人かの人を好きになったこともあったり、でそれこそね、あのあなたじゃないけど振られたこともあったりってしましたけど、意外と僕は立ち直りが早かったですね。っていうのはあの自分に問いかけるんですよ。さっきのコロナの話もそうやけど、例えば半年後今と同じ仕事続けてるかなって、コロナが収束しなかったとしたら、今のこの仕事をこうやってしがみついて半年後1年後、俺やってるかなってこう自分に問いかけると、自分の心が答えを出しますよね、あの魂が。で僕は今回、あ、半年後1年後俺飲食店絶対やってないわって、そうやって感じたんで、もう業態を変えてまえっていう風にしてパッて切り替えたんですよ。でこれもあの恋愛から立ち直る、ね、失恋から立ち直る切り替えの速さが、業態を変えるということに対する切り替えの速さにもなんか自分ではつながってんなと今話してて気づいたんですけど、でどうやって思うかというとね、例えば、ね、布団の端かんで泣いたとしましょうよ、その失恋で、ね、でこれ枕くんとか布団かぶってね、なんか布団の端っこかみながら、なんで私はこんな不幸なんだって言ってね、泣いてる自分に問いかけるんです。1年後も泣いてるかって問いかけるんですよ。そしたら多分1年後はね、その振られた事実に対して1年後はどこかで自分の頭の中が何か強引に整理整頓でもしながら、そのことはもうある程度乗り越えてると思うんですよね。そしたら見方を変えるとするならですよ、その振られた彼氏との付き合ってた時間、楽しかった思い出も喧嘩した思い出も、ね、うまくいかんかった思い出もあると思うねんね。でもそれをね、次恋愛した人に対して、あの前の彼にとの間で失敗したことを神にピックアップしてですよ、今度はあの失敗と同じ失敗を私は二度とやらずに新しい人との恋愛を積み重ねていったら、
新しい自分の人との関わり方を見つけられるよねっていうふうに受け止めたら、今回の失恋は私が成長するためにめっちゃ必要な失敗体験の一つだったんだっていうふうに整理整頓できたら、次に向かう眼差しは作れちゃいますよねっていうふうに、その自分に問いかけるんですよね。うん、なんでそのとってもいいニュースを問いかけることも一つやし、とっても悪いニュースを問いかけてみたとき、自分が心が魂がどんなふうに反応するのかなというのは、一人で部屋の中でセルフでできますから。でそうするとね、よし今回の失敗絶対今度武器に変えたんねんってこう思い始めたら、振ってくれたあなたをありがとうっていうふうになんかさよならできますよね。そうやってたくさんの恋愛を積み重ねていくということも人の、ね、成長にもつながるかもしれませんし、でもそれが僕は全ての答えとは思わないんです。逆にじゃあ別に一人で生きていくという、結婚をしないがために幸せになる方法もいっぱいあると思うし、だって結婚して子供ができてとかっていろいろ想像しても、でも結婚したはいいけど子供ができませんっていうご夫婦だって世の中たくさんいますよね。でうちは子供ができひん子供ができひんってずっと悩んでる人はずっと悩んでらっしゃいますわ。けど例えばその子宮外でね、その人工授精とかね方法もあったりするんか知らんけど、でも僕の知ってる人で子供ができなかったけどめちゃくちゃ楽しそうにしてる人知ってるんですけど、その人は何やったかな、和の会とかっていう会があって、子供は生まれたんだけどどうしても経済的にとか家庭環境の理由で育てることができなくて、自分がね命を懸けて産んだ子供なんだけど育てることができんくて誰かに育ててもらいたいっていうのが登録されてるような、そういう和の会っていうのがあって、でそこへ向いて子供が生まれないご夫婦はそこから要するに子供さんをよそさんの子やけども養子縁組にしましてね、でその僕の友人知ってる人は3人、千葉の埼玉の子供さんと沖縄の子供さんともう一人関東方面の子供さんと3人その会を通して紹介を受けて、血はつながっていないんだけれど、その血がつながっていないためにものすごくいい家庭というかね家族を作ってめっちゃ楽しく生きてる人を僕知り合いでいるんですけどね。なんでどこをフォーカス、どこにフォーカスするかですよ。なんで失恋を感謝に変えれば実はその後の恋愛観に広がりも生まれたり、もっと新しく出会う人のいいところをたくさん探せれたり、嫌われることのない所作仕草を失恋で味わった人から教えていただいたんだから、私が自分自身を変えていく、よりレベルアップしていく、その要因は振ってくれた彼がいろいろ教えてくれたじゃないかって声張り上げて感情をあらわにしながら、でそれを全部冷静に自分の自己成長のために生かすんだと思えば、未来に対するものの見方を変えることは少なからずできるということだと僕はそう思うんですよね。ええ話やなこれさすが恋愛マイスターええこと言うやろええこと言うと Facebook じゃなくて失恋した回数が多いからですね止まらない。いやでもね、結構僕はガキの頃からまあまあね、知らない間にまあまあモテてたところもあるんですけど、でもね、ともちゃんさんも可愛らしい、べっぴんさん、まあ年尋ねたらちょっと気の毒なんであれですけど、気の毒っていうかね、言いにくいと思うからですよ。それに聞いてる皆さんも聞くなや女性に年をみたいなね、なんか無言で僕にツッコミ入れてきてるないう気がなんとなくするからですね、尋ねませんけど、いやもうそんなもう遠慮せんとどんどん恋愛をたくさんというふうな方を選択するなら、出会いの場、出会いのある場にたくさん出かけていってね、で好かれる生き方を生きればいいじゃないですか。その好かれる愛される生き方がお金払ってでも知りたかったら、五円つむぎ大学っていういい学びの場がねありますしね。コロナの関係で今年はコロナの関係で今年はちょっと自粛してますけどね。そういう場合はまた小出し小出しにゴールデンウィーク明けに
このオンラインサロンという形でね、まあ、月額1000円ぐらいでやろうかなという、それに小出し小出しでモテる自分の作り方みたいな特別講座もそこにあるんですか。モテる自分の作り方急にその時作ってみようかなそれ絶対思うんですね。そういうのも参加してくれるとモテる自分の作り方分かってくださいました。ありがとうございます。じゃあええ感じに時間が過ぎてますんで、あと最後の一人の小芝さん、小芝さんも、愛知県から参加してまして、お待たせしました。何か質問か悩みを背負ってきてくれまって出ますか。仕事のこと、仕事のこと、はい。学習塾されてると、はいはい。勉強は本当に必要なのかと聞かれたり、なんかどんな仕事が楽なのかとか聞かれたり、子供からするわけですね。なるほど。まあまあ子供ですからね、そのなんか無邪気に、まあ、小芝さんがちょっと学習塾をなされている方なんですけど、まあ、子供たちは例えば楽して生きていく方法があるんじゃないのとかね、なんでこんな勉強なんちゅうわけわからんことをやらなあかんのみたいなんとかを、もうほんまに何も気にせずボーンって聞いてくる、まあ、それが子供のいいとこだと思うんですけど、まあ、小芝さんはまあ自分なりの思うことをその時はこうね、子供には話をするらしいんですけど、例えば中村さんやったらそんな時どんな風に言うんですかっていう、そういう質問でよかったですよね。僕の周りにいるうちの3人の子供たちもそうなんです。うちの3人は勉強が正直あんまり得意じゃないんですよね。それはもう小さい頃からもう見てて分かりましたわ。っていうのは、勉強机に10分座ることがもう苦痛なんですよね。けど10分座ることは苦痛のくせに、1時間走り回って遊び倒すことは大得意なんですよね。なんで僕は、まあ、自分の子供にはまあね、よその子に言うわけじゃないから、まあ、無責任に何でも言えるかなと思うんですけど、僕は勉強ができる人ってほんまに尊敬してます。本当に例えば昨日もクイズ番組見てたら、普段ねすげえボケたことばっかり言ってるお笑い芸人さんが、例えば早稲田大学を出ているとかね。でも早稲田大学って僕が行ってた高校はそんなに偏差値高くなかったですし、だけど僕が下宿するのにこう入った時に、入れ替わりで卒業していったたった12人の下宿なんですけど、僕が入った下宿、ね、を僕が入った時にちょうど出た3つ上の先輩の横山先輩っていう人が、うちの高校で初めて早稲田大学に現役で受かったって、そうやって下宿のみんながそんな話を新入生の僕に話した時、僕それでもね一瞬で洗脳されてしまったんですよ。早稲田大学ってすごい学校で、それで僕が通ってた皇學館高校っていう大してね偏差値が高くない高校から早稲田に入るなんて話は奇跡のような話なんだっていうふうに高校1年生の時に思い込んでしまったんです、正直な話。けど今横でちょいちょい笑い声が入ったりするこのハイテク系のことを担当している、まあ、僕のマネージャーみたいな仕事もしがてら、ね、うちのスタッフでもう10年いる12年いるウォーリー、ウォーリーを探せのウォーリーにちょっと似てるんで、僕初めて会った日にお前ウォーリーやな言うて、それからウォーリーとずっと呼んでるんですけどこのウォーリーはね、僕が落ちた、僕が受験で落ちた伊勢高校出身なの。伊勢高校はこの辺では一番優秀な高校なんです。で、彼と一緒に昨日そのクイズ番組見てたんですけど、お前のさって伊勢高からは早稲田って毎年入っていくやろって聞いたら、毎年何人か入ってきますよね。
で東大も誰か必ず行くし、京都大学なんかでも毎年何人か入っていくし、まあ、早稲田なんかは結構な人数入っていくんですよねっていう、その高校に何にも知らずに脳みそつるつるのまんま入学したウォーリー君は、ちょっと頑張ったら早稲田って行けるんちゃうかなっていう感覚があったって言うんですよね。あ、その時点で自分がどこにいるかということだけでも未来予想図のスタートラインってこんなにも変わるんやなって、僕は早稲田に入るなんて奇跡のことが起こらん限り俺には無理なんだって思い込んでしまったんですよ、うん、なんでそのね、だから早稲田大学なんかに向かれるような人、そんな大学を卒業されてる人って、僕は多分とんでもない勉強という名の努力をしたんだろう。でその努力というのは自分には無理かもしれないと勝手に思い込んでたその壁を乗り越えることができた人たちは、そのだってあの昨日やったか一昨日やったか、誰が言うとったかな、誰が言うとったかな、テレビで、またあの僕テレビっ子なんでテレビで得る情報がね非常に多いんですけど、昨日か一昨日誰かが言ってましたわ、その自分を応援することのできる唯一のものは過去に作った自信、これだけなんだよっていう言葉を武田鉄矢やったかな言ってましたわ。例えば今の自分にエールを送ることができるとする、その送れるエールはどこから出てくるかという言えば、過去のかっこよかったあの時の自分が唯一今の自分にエールを送ることができるんだよって、それが自信につながるんだよっていう、それをね最も手短に手に入れることのできる自信が僕は勉強だと思うんですよ。だって平等に日本中の世界中の、ね、世界中とは言えか、日本はとりあえず豊かな国なんで、日本中の子供たちに小学校1年生からほぼ平等に与えられている勉強というその環境で試すことができる、自分に自信を得るための何かを試すことができるという一つの一番手近なところにあるのが僕は勉強なんちゃうかな。でそれをこう乗り越え乗り越えしていた時に大いなる自信を自分に身につけてですね、でそれがいくつになっても、でも俺はあの時あんだけ頑張れた、俺はあの時あんだけの結果を出せたということの一つの自信を手に入れる手っ取り早い方法の一つが僕勉強やなって。それと僕もまあ体験からしかものを言わんタイプなんで、あの一つ言いますと、例えば僕若い時すごいあの大好きになった女の人いて、でその人と結婚したいなと思ったこともあって、でその人の親にも会って、まあ、大反対食らってとかしましたけど、でもその時に僕はその行ってた高校にね、謹慎ばっか食らってたし、でその後大学は行かなかったしって言った時、その大反対食らったお父さんは高学歴のお父さんでしたけど、そのお父さんは勉強ごときの壁もクリアすることのできなかった人間に私は自分の娘をあげたくはないんだって、うん、だって勉強という名の壁ぐらいはね努力すれば誰でもできるはずって、でそれに挑戦すらしなかった、何か言い訳を並べ立てて、人はそれぞれ価値観があるだなんとかだとかっつってね、その目の前に全員に平等に与えられたその試練を乗り越えようとしなかった君にね、私は自分の娘は絶対にあげれないって言われたその一言が僕めちゃくちゃ刺さったんですよね、うん、なんで今でももう時間は取り戻せませんけど、学校出てるっていう人とか努力をしてすごいなんか資格を持ってるとかっていう人は、僕はねその若い年齢で逃げずに自分の目の前の壁を乗り越えることを選択して生きてきた人だから、間違いなく僕よりはすごくその若い当時のものの捉え方が素晴らしい人だったんだろうなっていうふうにいつも尊敬するようにしてるんで、だけど中にはその向き不向きというものがありますよね。なんで僕は明らかに勉強が苦手っていう子も中には必ずいると思うんで、でもその子たちにその勉強の壁を乗り越えろっていうのはやっぱり不得手なことをねこう乗り越えることも自信につながるかもしれんのですけども、でも本当は得意なことがあるのに、ね、苦手なことをやれ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 っていうのもね、なんかその子をなんか追い詰めるようでかわいそうですし、だって人間ってそれは短所も長所もあるわけで、まあたまに講演で僕この話もしますけど、短所をなくせなくせ、短所をなくしなさいって
目上の、ね、教育者や指導者や親からね、お前はなんでこれが苦手なんや、なんでこんなこともできひんねや言うてね、短所を克服しろ、短所を克服しろって言われたら、僕めっちゃ高いパーセンテージでその子は自分のこと嫌いになると思うんですよね、うん、けど僕はある時僕は長嶋茂雄さんにから学んだというか感じたことなんですけど、僕、まあ、野球大好きで、ある若い時に長嶋茂雄さんという、まあ、野球は阪神ファンのくせにですね、すごく底抜けに明るいミスタープロ野球と言われている長嶋茂雄さんとかはもうキャラ的に大好きだったん でちっちゃい頃は巨人戦しか映らんかったからですね、やっぱり巨人のなんか王とかね、もう張本とか、もうなんかそのマニアの人は誰でもね、だから僕社会じゃない技術課程 の試験で車の、ね、エンジン の DOHC っていう問題出たことありません、ね、DOHC というエンジンの構造です。ダブルオーバーヘッドカムっていう略が DOHC なんですけど、そのね技術課程 そのテストの問題でDOHC は何の略かっていう問題が出た時、僕ね「ドイ・オー・張本シピン」って書いてね、往年の読売巨人軍9連覇絶対外すことのできない主要メンバーって書いて先生に呼び出されてしばかれたことあるんですけどだけどまあそれは話それましたけど、だけどもう野球を通して僕ら子供の時のやっぱり憧れの存在って王貞治さんとか、もうそれこそ現役自分の姿は僕らもあまり見れてないんですけど、長嶋さんっていうのはもう伝説でしたね、レジェンドだったですよ。だから僕は若かりし頃20代の頃によし長嶋さんに会いに行こうって思ったことあってね、で同じ生きてる人間なんやから会えへんことないんちゃうかなと思って、それでまあ当時巨人軍の読売巨人軍の監督をなさってる頃に甲子園に阪神との試合でこの関西に来はった時、当時まあ読売巨人軍が泊まるホテルっていうのが決まってて、でそこのホテルの支配人さんとひょんなことでちょっと話をする機会があって、ちょっとお酒も入った勢いでその支配人さんが、いや長嶋監督はね毎朝習慣のように近くにある何それ神社という神社に朝の5時ぐらいからいつもね散歩を兼ねてジョギングを兼ねてこのお参りに行ってんでっていうのをちょっと酔っ払った勢いでポロッと僕に教えてくれた。僕ですね、そのね数日後にそこの神社の境内に夜中の2時ぐらいからずっと待っとったんですよ。長嶋さんほんまに上がってくるんちゃうかと思って、ほんならねほんまに朝方5時前に長嶋さんランニング兼ねてジョギングしながら階段上がってきてね、でその神社の境内来たんですよ。僕ねもうめっちゃ興奮しましてね、うわー監督って言いながらもう躊躇なく話しかけて、おはようございますって言ったらね、おはようかなんかね朝からすげえハイテンションで僕を受け入れてくれたんです。で僕ねもう監督僕ねいろんなこと喋りたくって実は夜中2時から待ってたんですよとかって言ったら、ご苦労さんって言われて、でねあれじゃこれじゃと質問をしたんですけど、皆さんが想像の通り長嶋監督は長嶋茂雄さんという特殊なあの方は人の話をほぼ聞いてないんですね。ほぼ聞いてない。ほんで、ね、僕の聞いてる質問と明らかにトンチンカンなことばっかり言い始めたかと思うと、途中途中でわけのわからん英語がたくさん混ざってしてきて、結局僕の質問には何一つお答えにはならなかったんですよ。ならなかったんだけど、もうこれぐらいでいいかなって、僕もちょっと帰ってやらなきゃいけないことがあってさって言いながら、めっちゃ爽やかな笑顔でじゃあねまた会おうねとかって言いながら階段を走り降りていったんです。朝日を浴びながら僕その姿見た時に、長嶋監督から学んだことは別に何もなかったんですけど、あの時僕一個気づいたのは、長嶋茂雄という人は自分の短所なんて全く気にしていないんだなっていうことに気づいたんですよ。例えば人の話を聞いていない、これ短所ですよね。喋り始めたけど話がほぼまとまらない、これ短所ですよね。日本語で喋りゃええものをやたら英語を入れるのも多分長所ではないと思うんです。で、あの人一般社会の常識みたいなことを知らないことたくさんあると思うんです。でもその短所に目つけ始めたら、俺はなんでこんなこともできひんねん、なんで俺はこんなことも喋られへんねん、なんで俺はこんなんやねんって、ダメだダメだダメだが広がり始めたら自分も嫌いになっちゃいますでしょ。けど長嶋さんはたった一つですよ。
いつもあの明るい笑顔で大好きな野球を誰よりも楽しんでたくさんの人に光を与えてきたという誰もできない長所だけで生きてるんですよね。ってことは長所がこう光り輝いていると短所っていうものは全て味わいに変わる。短所は全部魅力に変えれる、笑いに変えれる。そう受け止めたら勉強が苦手っていうことにフォーカスし始めると自分を嫌いになる可能性があるけれど、走るのが速いとかね、手先が器用とかね、ね、絵を描くのがうまいとかね、なんかすごく音感に長けてるよとかね、まあ、国語算数理科社会図工家庭音楽書道美術体育、学校のカリキュラムは5教科だけじゃないんですよね。ちゃんと幅広くどこかで自分の長所を見つけられるような、そういうカリキュラムの中を子どもたちは学校に通って何かに触れているはずなんで、学習塾がもし弱いかなとする思う部分があるとするならば、国語算数理科社会英語以外のところを感じさせるシーンが学習塾にはないですよね。もしかするとその国語算数理科社会英語以外のところの長所を持っている子どもたちの、例えば発見を一緒に協力してあげたり手伝ってあげたり、その子の得意分野を伸ばすためにこういう算数の問題に強くなれるようになると、お前の得意なことがもっと加速度的に成長するようになるぞっていうものの言い方とか応援の仕方とかで、そういうことで苦手と思ってるはずのものが一瞬でね、言葉一つで見方をパッと変えてあげるようにできる魔法がいくらでも僕たち大人が子供に投げかける言葉の中で、肯定語の中でね、でそういうものはたくさん作り出すことができる。これが僕の答えかなと思うんですよね。なんで僕はいつも全ての子供に必ず天才的な才能が必ず一人一つずつはあると思っているんです。でそれがどこにあるのかなということを遊びながらの会話の中でこう紐解いていきながら、その子がキラッと輝くようなその迷路をね探りながら、このおっちゃん俺のこと分かってくれてるっていう、そういうね安らぎみたいなものがつながる一本の線をなんか僕は探すのが結構好きなんですよね。なんでまあ予想さんの子でもたまにはね、なんかそんなことをちょっと聞いてみたり投げかけたりしながら、その子たちの未来なり人生になんか才能の花を開かせてやるような導く言葉っていうものはたくさん僕ら大人の方がプレゼントすることがきっとできると思ってますね。こんな感じなんです。答えになってます？そうです。まあ言うてるうちにちょうど測ったようにまるっと1時間がちょうど経ってきたんで、この辺でちょっと本日のZoom会議なおかつ Facebook 動画同時ライブ配信&YouTube もうやれるもんはみんなやってみようかみたいなところで日々ちょっと無料の日々を積み重ねながら、なんとかオンラインサロンで大勢の人がね参加してくれるようなものに、そしてまたうちが業態も変化させていきながら変わることを恐れないという感覚で不安を煽るよりはね、希望とかなんかこう安心につながるようなそういうものを広げていくこの1時間の場所っていうものをいろいろ考えてこれからも作っていきたいなと思ってますので、またお三方プラス、北九州の花島君ありがとうね。また遊びに来てください。そして、Facebook でつながっている方や YouTube を見てくれている皆さん方もよかったら、なんか質問とかある方はなんか早いもん勝ちみたいにしてやってるんですけど、あの早いもん勝ちはあるいその突然昼間とかにFacebook とかで今日もやりますから早いもん勝ち3人さんみたいな感じなのかな、はい、そういう感じなんでちょっとなんか適当にちょいちょい最後雑ですね。ファ、ンページと縁がある方とはつながれるかなと思うんで、また日々続けながらですね、全国で前向きでなんか人を批判するとか政府を批判するとかじゃなくて、俺たちにできることをやろう、
そして自分自身の体の免疫力も上げていこう、そういう部分でのいろんな僕なりに発信できる情報や、言葉を通してですけれど、日本中が元気になれるようなその場所をまた皆さんに応援していただけたら嬉しいなと思ってます。では、この番組は、もう決まり文句のようになりましょう皆さんからの、お悩みや質問によって成り立っておりますので、また明日もお三方の Zoom での出会いと Facebook や YouTube での皆さんとの出会いを楽しみに、明日はちょっと僕は山登りに行ってこようかなと思ってますんで、どれほど足がプルプルになってるかみたいなこともお伝えしながら、また明日お目にかかれたら嬉しいと思ってます。ではこれをもちまして終了といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。